アウゴスト・メンツはデンマークの植物学者である。アレチや湿地や海根や干拓において自然保護の活動も行った。デンマーク首都地域のギレルジで生まれた。コッペンハーゲンのボージャーナイドスコールを卒業し、1889年から1999年まで母校の教師をした後、コッペンハーゲン大学でオイゲン・ワルミングの下で植物学を学び、 1894年に修士号を得た。デンマークの監督会社、デッドデンスキーヘデシルスコブの職員となり1912年に博士号を得た。1923年にデンマーク王立家畜農業大学の教授に任命された。デッドデンスキーヘデシルスコブでの活動や、1925年から1944年の間、務めた。 自然保護諮問委員会での活動を通じて開発と自然保護の両立を目指した活動を行ったパイオニアであるとされる。2巻のスカンディナビアの植物図鑑やスカンディナビアの野生植物を編集した。メンツは植物の学名で命名者を示す場合にアウゴスとメンツを示すのに使われる。ありがとうございます。